聖徳太子様一世の役年5世紀ということで、非常にこの記念すべき、年に、こうやってゆかり ゆえんのある本当に、最強様で揮毫させていただいたこと本当に感謝しております。この、和をもって尊しとなすということを書かせていただいたんですけども、1000年以上前からこの太子様がこの、素晴らしいお言葉を、残されて、私も何かこう、その思いを感じながらといいますか、それとこの歴史の深さ、この、そういったものを思いながら書かせていただきました。本当にありがとうございます。で、本当に台本のお話でもありましたけど、本当に調和の、心というか、今非常にそれが大切だというふうに思います。今は本当にコロナ禍で、今日も、病収束、祈願で書かせていただきましたけども、まあ、今こそ本当にこの和をもって尊しとこの和の精神というのが非常に大切だなと今思います。それで今日書かせていただくときに心がけたのは、私が書いてますけども、皆さんお集まりいただいた皆さんの、気持ちとか思いを集めて、ここに皆さんと一緒に皆さんの力をお借りしながら、書かせていただきました。本当にそれとその書道っていうものはこの思いとかそういう、願いというものをしっかりとこの形に表す力があります。本当に1000年以上前から太子様が作られた本当に素晴らしいお言葉を本当に忘れないように色褪せないようにこの白い紙にしっかりと黒で記すことが大事だなというふうに思いますし、また未来に向けてはこのコロナ大変な時期で先行き不安定でこう、不透明ですけど、皆さんの思いをしっかりとこの鮮やかな墨の色で書き記すということが非常に大事だと思います。で、本当に今日こうやってお集まりいただいて、そのプロジェクトがこういう一人でも多くの方がこの和をって尊しとなすこの和の心が一人でも多くの方に伝わってですね、でまた来年再来年とこう続いていけば、またその平和に向けて収束の一日に向けて、どんどんこう一歩一歩進んでいくんじゃないかというふうに思います。本当に今日はありがとうございました。